さて、追いかけますか。じゃあ、次は、タウンマップ。どこに行ったんだい？ちょっとお尻追いかけてこいって言われたからね。ちょっと本当にね、こいつらのお尻なんて追いかけたくないんだけど、不本意ながら追いかけなくちゃいけないんだよなぁ。え？あ、外に出ようって書いてる。外に出るの？あ、先に外出ないとダメなんだ。なるほどね。おぉ。あ、いたいた。ユーナ、大変だよ。ターフのガラル粒子反応が収まったかと思ったら、今度はバウスタジアムとエンジンスタジアムで、膨大なガラル粒子が観測されたの。あいつら二手に分かれたか？ついに二手に分かれた？で、結局、ターフスタジアムでは何が起こってたの？うわぁ、ギャルゲーの分岐来たなぁ。どうしよう。大げさに教えようかなぁ。え？大マックスしたポケモンのせいで、スタジアムがコッパみじんコッパみじんだったら目の前にあるスタジアムはなんだ？まだスタジアム残っとる。って、あるじゃん、ターフスタジアム。なんで一瞬騙されそうだったんだよ。え？これ、シーソーコンビの仕業なの？あ、ソニア。ん？ホップに、ネズさん？どうしてターフスタジアムから？スパイクタウンじゃないですよ。元ジムリーダーですからね。どこにいても不思議じゃないです。それよりも他のスタジアムでダイマックスが暴れているですと？ええ、ターフスタジアムと同じ反応が他の町からも。おー、出た出た出た。もうマリー大好きお兄ちゃん。あ、スパイクタウンは大丈夫っぽいです。バースタジアムとエンジンスタジアムだけ。てか、お前のさ、町、そもそもそんな粒子ないだろう。ダイマックスできないだろう、お前の町。そうですか。ポケモンが勝手にダイマックスさせられるなんて。放っておけない。ユーナもそう思うよな。おー、ホップ攻略ルートか。うん。じゃあ行こう、スタジアムに。お、それでこそチャンピオンですね。シーサーコンビのことは私に任しといて。ネットの目撃情報で居場所特定してあるわ。情報収集はソニアさんに任せて。俺たちは他のスタジアムを助けに行きましょうか。はあはあ、なるほどね。うん、あと追うので先に行くんですよ。どっちのスタジアムに行くか。あ、そうなんだ。あ、選べる感じ？SNS で検索って、マジでギャルじゃん。マジでギャルじゃん。え、どっち行く？バウタウン。え、どっち行こう？バウト、どこだったっけ？あ、これか。エンジン。え、エンジンシティってさ、あいつ出てこないの？あれ？エンジンシティに囲まれ、え？あいつどこに行ったっけ？エンジンシティじゃないか？え、最後に見たのがエンジンシティなだけで違うのか？あ、カブさんほっといてもいい？あ？絶対バウだろ。バウしかない。あ、違うんだ。ビートはこの二つじゃないんだ。なんかめっちゃバウ進められてるんだけどね。え、そうなの？カムさんよりルイタ。おいおい、ジムリーダー。ジムリーダーで選ぶな、みんな。あのおっさんなんかほっとけってこと？なるほどな。オッケーオッケー、じゃあ行こう。そりゃあな、女の子の方が大事だもんな、みんな。
おっさんより女の子だよな。そりゃあそうだ。てか回復してるかな。回復してるっけ。あ、出てない。ちょっと一旦回復してから行こう。そりゃあそうだよな。あんななんか年寄りよりな、可愛い女の子、ルイナと、ルイナちゃんの方がいいよな。そりゃあそうだわ。ちげえね。一人帰ろうって言ってるしな。職務放棄。またブラシータウンだろ、ほら。いいいい、一生言ってろ。んで、あれか。あったあった。でも水か。あ、電気タイプ持ってたわ。電気技持ってたわ。これどうせあれでしょう。ダイマックスしてるポケモンも水ポケなんでしょう。こんにちは。もう久しぶり。めっちゃ困ってる。あなたたち、今ここは危険よ。おい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 、チャンピオンに向かって何言ってんだい。事情は分かっていますよ。お客やスタッフは無事ですか？え、つい先ほど避難が終わったところだけど、あなたたち、見れば見るほど不思議な組み合わせね。あー、まあ確かに、一人なんか異色を放ってる。ほっといてください。俺たち、助けに来たんです。それ本当に助かるー。褐色ギャルじゃん。それ本当に助かるー。ダイマックスしたポケモンが協力で手を焼いていたの。みんなが手を貸してくれるならとても心強いわ。行きましょう。あー久しぶりだなー。次はなんだ、何ポケだ。水タイプだろどうせ。だーれだ、ギャラトゥース。正直男性陣は無視でも死んだら可愛い子が次の自分になるかもしれないし。世代交代ね。なるほどね。世代交代を狙ってるわけね。ちょっとちょっと、威嚇威嚇。飛行タイプでした。水飛行。そうか、こいつ飛行タイプか。え、ギャルドス？ギャルに引っ張られすぎだろ。タラコ唇魚。確かにタラコ唇だもんなこいつな。一撃じゃいかんよな、さすがに。いけいと、一撃は無理か。あ、大丈夫かな。ルイナとそのポケモン大丈夫かな。静電気がなんか、わー、おい、半分以上削られた。えぐ。あ、そっか、効果抜群か。どうだ、お前水ポケだ。おい、飛行ポケモンじゃねえじゃん。ちょっと、飛行ポケモンって聞いたんですけど、ちょっと水じゃない。なんか水タイプのが使われた。嘘つかれた。あなたたちのおかげで誰一人怪我人を出すことなく騒ぎを鎮めることができた。暴れてた子はバウスタジアムでしばらく休ませてあげる。それと、ユーナ、私の力がいるときはいつでも呼んで。じゃあ一緒に行こう。ちょっとネズと交代しよう。だとしたらネズとチェンジでお願いします。こんななんかなんだろう、空気悪くなりそうだ。なんか常に病んでる男より全然褐色ギャルのがいい。あ、レアリーグカード、そりゃ見てなかった。ちょっとレアリーグカード見たい。じゃあね、今日は本当にありがとう。ちょっとちょっと、リーグカード、レアって何、レアって。あー、かわいい、え、かわよ、何これ。
モデルじゃん。もうモデルじゃん、それ。え？あ、モデルとしても大人気なんだ。あ、そうなんだ。へぇー。モデルのドリンダとは別人だと思ってる人も別人だとは思わないな。ファイナルトーナメントは無念の1回戦敗退。彼女の負けん気の強さを知る関係者からモデルの仕事はと危ぶまれたが、そうだよね。ジムは荒れていた。ジム荒れてたんだ。へぇー。ヤローさんは？めっちゃいい笑顔だな。めっちゃいい笑顔。いいと思うよ。ヤローらしいわ。ヤロー本人はとても強い。勝負を楽しむために成績は振るわないが、ヤロー本人はとても強い。あ、そうなんだ。え、あの牧草ロール1個350キロもあんの？マジで？え、ウールやばくない？あいつら。転がりすぎてジムスタジアムから逃げ出したウールを追いかけるヤローとワンパチをさらに街のみんなが追いかけるというのがターフタウンの新名物。新名物なんだ。あ、そうなんだ。せわしい街やな、まだ。ちょっと前の見たい、前の。でもね、前のやつはこんな感じだもんね。へえ。いや、いいな。やっぱ、リーグカード私のが一番いいや。これな。うん。一番決まってるわ。決まってるね。目がやってるやつだよね。ね、躍動感増えるカードだよね。いや、私のカードが一番いいと思うよ。そりゃあね、ルリナタソのカードも可愛いけど、このカードもなかなか決まってるから。そうそうそう。よし、行くか。